あれだけなんか悪いやつだと殺しても何の罪悪感も出なくていいな。そうだね。ローマン神父の力では救いきれなかった。やっぱね、純粋薬みたいなのがね。いててててて、殺戮の雲が。なんでこんなところに殺戮の雲が。てて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 て。あれじゃない、死ぬ死ぬ。これ殺戮の雲かい。殺戮の雲ですよ、ここ。宝箱でもあるよ。ちょっと毒になって2とか3とか食らうのかと思ったら。あ、でも、テラゾーというか鳥なんならあれ飛んで回避できるんじゃないか。ええじゃない。奥に宝箱あるんだよ、あの殺戮の雲の中に。よし、宝箱にもらおう。まあ待て、この俺様が今、これを強風で吹き飛ばしてあげよう。あ、そんなことできる。できるかもしれない。すごいなぁ。俺もう袋足りてるから、あの袋をいっぱいにするけど、ここにある背負い袋全く飛ばないの。全然飛ばない。死ぬぞお前。吹き飛べ、ポフン。あ、帰ってきた。行って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 。もうダメやね、あれは。俺にはどうすることもできんねえ。ちょっとは吹っ飛んだのかな。1ミリも吹っ飛んでないと思うぞ。まあ、常時湧き出る雲みたいなことなんだろうな。ちょっと回復するわ。そもそもその消えるっていうのは本当にあできることなの？知らんけど。いや、強風で雲を取り除くっていう効果がある。まあ、食らいながらじゃない。食らいながらか。はい。俺にはどうすることもできないが。おお、近く。頑張れ。よーし。取ったの。よし。宝箱ごと持ってきた。おお。天才。よくやった。なんだなんだなんだ、うるせえな。飛ぶたびにうるせえからな。開いたね、そう。あ、普通に開くんだ。罠解除と金しか入ってねえ。マジで？そんなバカな。なんかいろいろ召喚できすぎて分からん。もう。飛行が神がかってるわ。飛行が一番嬉しいかもしれない。空を飛べるようになった。だって純粋に、純粋に何も使わなくてもバフだもんな。いいよ。そう。ノーコストがやばい。飛行だけ取りに行ってもいいぐらいで。でもこれダメか、レベル3だからもう顔が重くなっちゃうんだ、どうしても。そうだよ、その力は取りなんか持ってるといいよ、うん、ちょっとまだ、まあなりたけになってもいいけど、俺はならないから。女の子にチヤホヤされたいし、やだな。チヤホヤされないだろ、今すでに。うるさい。そんなことないわ。お前のところの視聴者大体男だぞ、うん、そんなことないわ。そんなことないわって悪党の人たち。まあ、とりあえずここの扉開けちゃう。あ、もういいな、てか開いてる。あれ、ここにもなんか洞窟の入り口あるで、うん、お、上にも。なんでや、行くかい。ちょっと入ってみるか。あ、待って、ここ建物があるの。何これ。え、建物。あ、建物もあるね。何ここ。アングルアイアンの地下室っていうところに入った。あ、何を見つけとるの。アングルアイアン。ああ、さっきいた町の奥なのか、ここ。あ。え？多分あれだ。アングルアイアンって鉄の手の人たちだ。ああ。ノームがいっぱいいる。まあ、別に入っちゃってもいいような気がするな。別に怪しいものじゃないからな、俺。怪しいものではあるじゃないか。フィロミーンがいる、フィロミーン。あ、経由地点発見。フィロミーン覚えてるか、みんな。フィロミーン、どこの人だっけ。俺たちが爆殺されそうになったあいつだよ。ノーム。ああ、ノームのね。ノームの人。あいつ生きてたんだな、まだな。生きてたんだね。ちょっと一旦ここは出るわ。みんなで一緒に来よう、ここは。あとで。経由地点できたのはいいな。あ、経由地点できた。いいことだ。よかった、よかった。なんかいるな。やばそうだな。ええ。なんかでっかい自動、これが自動人形か。強そうだぞ。戦いになっちゃわない？大丈夫？鋼の衛兵レベル11だって。まあ戦いにはならんだろう。だって鉄の手のあれでしょ。まあせやな、仲間じゃん。仲間なのか、本当に。どうせなんか不届き働いて戦うことにならないか、わけわからんことに。ガントレットに聞いてみよう。
話とかいろいろ俺も聞いてどこか行け。フレーゴの宿泊所のうんぬんかんなんて。うんうん。ロボや。あ、いいんだ。恐ろしいね。一旦さ、さっきの回収人員ってとこに戻って、事件解決してきていい？事件解決できる、ね、いや、できるかどうかわかんないけど、さっきの鍵が手に入ったわけじゃん、花の鍵。実はね、その鍵なんだけど、うん、鍵は、ここの、今俺がいる宿泊所？なんて名前だったかな？もう一回入ってみればわかるか。フレイゴ宿泊所の住所が書かれた鍵らしいぞ。あ、そうなの？じゃあそっち行けばいい。そっち行くか。そう、この花の鍵は多分ここのどこかで使うんだろう。この鍵は血塗られ、理由あたりにあるフレイゴ宿泊所の住所が刻まれている。らしい。じゃあフレイゴ宿泊所行ってみるわ。あとでもいるわ。本当に人多いな。いや、リアルですげえゲームだなとは思うんだけど。ここまでやんなくていいよ。なんかリアルにしなくていいよ。煩雑すぎてわからん、正直。動画にどうするんだ、このゲームは。やはり垂れ流しか正義なのでは。あれ、どうやって。これ垂れ流したらエグいことになるの。壁越しにハイライトされてる数がやばいんだよ。ダリリ、これいけるか。あ、イベントっぽい。お、顔怖っ。目、光りすぎだ。何でも嫌が。あ、カラマンティンスプリアントのせいで。なんか可愛い女の子がいる。あれ、いや、デビルじゃないのこれ。デビルくせえな。まあ、何の話かどうか。なんでアダマンティンスプリントアーマーが振りなの。ああ、隠密だから。目立つからだろ。そっか。隠密は無理だ。俺、できねえぞ、これ。不利だから。ほぼほぼ失敗する。頑張れ。頑張るか、じゃあ。まずそうな響きだ。話、会話に入ってくしかないもん。不利だもんな。不利だって、不利で15やばいだ。1しかもファンブル。4個あるでしょ。いや、無理無理、これはさすがに。I didn't see you there. 魔族だ。カサドールザールの記事で。ああ、ヴァンパイアスポーンか、こいつら。ヴァンパイアスポーンだね。なるほどね。誘われた。あ、本当いいの？はーい、行く行く。また後で会おう。また後で会おうね。スタリオンはこんな目燃えてなかったけどな。他のところにある。Forgive us for not escorting you there. 弟なんだ。And I must attend to another matter first. 他の用事？誰の血をもらうの？ Dear sister, I know we have places to be. We'll leave once our good friends here have departed. ハートがってんな。I look forward to seeing you at the palace, though. なんか性格似てるな。アスタリオに。そう。I promise. 俺たちはアスタリオのことよく知らない。悲しいかな。ここら辺とかもね、なんかありそうですよ。なんか横にあり、このワードローブ横に避けたら。後ろに部屋ありそうでは。あるだろうな。なんかそんな感じするよな。あ、開いたって。開いてないのかこれ。やった。ここだ。ここで何かがあるんやな。あ、寺院の計画。どういう。血がベッドのそばにある。あ、ローガン神父の名前も書かれてるって。床に貼られた木の板に血だまりができて。事件の調査が続いてるのか。そう。捜査するぞ。行け行け。何でもやる。知力マイナス1。俺知力ねえから。うわ、なんかすごい。ナイス。いけた。バーレット、レザーアーマー。ベッドの下の死体だって。あ、なんか鎖みたいなのありますもんね。削り出すぞ。なんかいろいろ持ってるぞ。うわー。フィヨン、ゴールドグラインド。なんかレアなものが、レアなアイテムがたくさん。フィヨンの鍵。花びらに5を刻んだ花形の鍵。え、あ、宝箱がいっぱいあるからそれをどんどん使ってけってことか、もしかして。ダメか。はいはいはい。トンネルで死体が持ってた鍵、宝箱を置いていく。ヴァンパイアスポーン消えたね。え、ヴァンパイアスポーンいなくなった。さっきの2人いなくなった。もしかして俺を探してる。目の前で消えた。なんで。ヒーフォン計画。あ、やべ、危ない。俺が宝箱を盗んだからじゃないよな。知らん。お、アブソリュート兄弟による殺人に仕立てあげなければならない。お、なんか殺人者の名前が出てきてるぞ、ここ。え、何の話。一旦取得した。来た、これだ。
おお、どうした？殺人メモみたいなのが残ってた。おお、何に？一番上の階にさっきの隠し扉みたいなところ入ったところ、うん、血で汚れた羊皮紙ってところに殺人リストみたいなのが書いてあって、ああ。ピエールのドリブルズとかも殺されてる、ローガン神父、ベリン・ステメリン公爵、アラキサンダー・レイン・フォレスト、フランク・ペアツリー、コーラ・ハイベリー、フィガロ・ベニー・グッド。見つけた目標リストなのにローガン神父、彼の殺人はカルト兄弟にとってレハルの寺院に入るための試練のようだ。これをバレリア捜査官に見せよう。殺しの標的になってきた。バレリア捜査官。この後殺される人たち。なんかさ、違う方向に伸びてんだけど、このミッション。殺人によりベハル信徒の殺人法廷に入れるようにするって、自分が殺す側になって敵の拠点に侵入しようみたいなミッションになってるよ。なんかよくわからないことになり始めて。いや、二択じゃないこれ。どっちか。そういうことだよね。うん、二択だよ、うん、だから今偶然その殺人事件を追ってたら、その殺人事件を起こしたやつもそのベハルの底に入りたくてやったことだったってことになって、が、を突き止めたってことだ。うん。まあでも我々は殺人事件、正義の使者だから。まあね、せっかくだから探偵をしていこうぜ、うん。人を殺すのは別に。金の像さんに伝えよう。お金の像さんに伝えに行ってくる。行ってらっしゃい。この人ちょっと釘付けにしといてくんない？なんか、ああ、いいよ。この宝箱全然。そっちの宝箱はね、そっちの宝箱を調べたい。あ、終わった。じゃあちょっとこっちの方になんか呼ぶ。か、もうこの部屋でもいいけど、この部屋の中、さっきのヴァンパイアがいたとこでもいい。じゃあ閉じるわ、ここ。開けない。あ、こいつ扉を閉めても出てくる。んだよ、もうお前、ほんと。どうしよっかな。作業員さんには何の罪もないけど、ちょっと眠っててもらう？いやー、まあ、ね、眠るだけだったらいいかもな。難しいな。ああ、これそういうなんか盗むためにやつさ、バードのやつぐらいしかないからな。めっちゃ見られてるもん。鳥な。ガン見されてるもんな。あれ絶対なんかするだろうと思って。いや絶対なんかするから間違ってないんだけど。まあまあね。警戒の方向性としては正しいんだけど。正しいよ彼は。勇敢鳥も間違ってないから、ね。こちらの正当性は一切伝えられないの。太田州次期対抗を守りに来た。見ないでくれっていう、それだけだからな。レイヴンガード代行者が暗殺者に狙われている、警告しないといけない。やめ。うん、どうしようこれ。これで単性開始。個別な日。できるか。これでいけるか。太田司教が対抗になるんだって。戴冠式って太田司教の戴冠式なんだ。なるほどな。悪いやつな。な、お王になるってこと？戴冠って。受任式って書いてあるから、まあ太鼓になるみたい。ああ、うん。うん。これなんとか説得していかなきゃいけないんだろうけど、一旦立ち去っとくわ。説得だったら俺の方がいいんじゃないか。ゴータ氏は太鼓に任命されて町への支配力を強めている。結局これどうするの？今のお前とこの守護者か。うん。お前とこっていうかみんな同じだよ。同一人物だよ多分。そうだよ、見た目だけ。ああ、そうか、見た目が違うだけか、全員男だったんだよ。そうか、もうあれあれだから、おっさんだったんだよ、イリシトだったから、うん、普通に全員イリシト。とりあえずこの竜渡りっていう、まあ町の中で、この砦に入るための協力者を探すみたいなミッションになってるね今。ミッションが並行しすぎて、でも全然わからんことになってきたな。本当だな。人多すぎなんだよ、ね、だからヴァンパイアスポーンに行くか、そっちのクエストやるかでちょっと変わってくるな。そうだな、どっち先にやるべきなんだろう。まあとりあえず手終わりそうなやつから終わらせていくべきなんじゃねえか。まずは殺人事件を解決させよう。ダンボ有効？ダンボはあれだって、そのあの寺院にはいなくて、シャレスの法要にいるんだって。ああ、なるほど。結局だからそこに帰結すんだよ、いろいろなイベントが。じゃあ店の名前、特定のお店の名前だと思う、多分。じゃあ入ってみよう。今度はそっちに行くの？どっち行くの？え？今あ東だよね。うん。広告だよね。うん、これ大丈夫なのかな？あ、これがシャレスの法要なんだ。そのようだな。あ、この左の人、コリラだ。
コリラ。あれだ。この人。助けた人。助けてくれた人。待ってくれ。檻の中でテラゾを助けた人だ。うん。うん。懐かしいね。この人あれでしょ？ラファエルの部下なんでしょ？え、そうなの？え、言ってたじゃん。そうだっけ？テラゾを助けた時に。忘れたわ、もう。テラゾ視点を見た時に気づいた。Good to see you again. よかったな、テラゾだって。そう、あなたが無事に私の5枚のフォールコインをかけたのよ。ソウルコイン使うやついねえんだっつの。やめろやろ、ソウルコインなんじゃ。地獄の動力炉入れてやろうか、お前の胸に。彼は俺に何を求めている。彼は元いた場所にいるべきだった。彼と話をするつもりはない。これだ。とても残念。彼の助けがなければあなたは生き残れないでしょうし、あなたの可愛い顔が見られなくなるのは寂しいわ。可愛いって言われちゃった。命の恩人さんに。これどことかな。お前の顔怖いわ。お前の顔は恐ろしい顔。ほぼほぼ化け物じゃねえか。ゾウさんいる、ゾウさん。ゾウさんに話しかけよう。ゾウさんどこにいるんだ。2階にいるわ。あらま。いるぞ。こら何飲んでんだよこいつ、ふざけやがって。ふざけんな、やばい、こいつ不誠実だ。何こいつ酔っ払ってんじゃねえか、しかも普通に酔っ払ってきたし、こいつヤニスと話してたな。ジンを出るときヤニスと話していたな。ジン、この人がなんか調査員みたいな人らしいんだよ。さ、こいつマークの手先なんじゃないの。どんな人だけど、そんなわけねえだろ。新しい証拠見つけたでいいでしょ。あ、まあこれでいいか。おせっかいなやつらめ。お前たちはなんで楽しい夜の邪魔をしてくれるくるんだ。昼間だろ。昼間だよ。なんだよ。デビラみたいなやつだ。よかろう。私の結論を疑うなら言ってみろ。何を見つけたんだ。なんだそのパイプはよ。どこに挟んでんだよもう。その状況でどうやってワインを飲むんだ。まあデビラは別にいいか。デビラ気になるか、みんな。デビラってなんだ。確かに気になる。一番から私の女子だ。仮想地域のスティールメイン公爵殺人事件の調査に出向いている。さて、話を戻そう。何見つけた。あったの。知らん。知らん。なんじゃない。デビラなんて聞いたことない。一番から順じゃないか。やめ。まあ、そうか。どうせ多分いろいろと聞くことになるよ、これ。Devella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy. But she's been unusually insistent on this one, even for her. Behar. 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 Behar.いや、そうだとは思う。あのウォーロックの技の名前になったりとかしてるもんね。うん、ベハルの。だからゴータ氏がし、あの崇拝してる神様の名前か。ああ、そうか。仮説じゃない証拠がある。あの、ね、うん、まあ証拠があるでいいか。うん。うん。件。書類を振りかざす必要はない。ふざけんなよ、書類まみれなんだ。読む気ねえのかな。デビラ巡査、この件になると本当に厄介だ。不愉快な波長だ。デビラと波長が合いそうだから探してみたらどうだ。エルフの歌店にいるはずだ。デビラにリスト見せてみろ。私はここに残って拳に知らせる。うん、あ、ちゃんと知らせはしてくれるんだ。うん、ああ、それからこの通行証が必要だ。仮想地域に出入りできるようになる。お、仮想地域。仮想地域なんて行きたくねえな。この町のろくでもないリアからに絡まれそう。そうやって飲むんだ。何をグズグズしてる。妹が月曜だろ、早く行け。他聞けねえよか。ねえ。まあ大体、事件、うまく終えてない時の選択肢って感じだったから、まあいいんじゃない他の。うん、あの、消えた、あいつ。金属流。資質。ああああああ、キスラクボスいる。え、ああ、待ってろって言ってたもんな。キスラクボスとラファエルが話してる。なんだって。待って待って待って、どこだどこだどこだ。そこか。2階。うん、本当だ。来て来て、ドリナ、あのポンが話して。いい、俺か。はい、お邪魔。お前だろ、ラファエルの担当は。これなんだっけ。そうだっけ。じゃあ、はい、お邪魔します。俺は何でもする。
なんでも。おい、やめとけ。メテラクボスも落ちたもんだ。お前はそれは持ってないし。なんか悲しいな、かっこいい おじちゃんが。なんかな、落ちたな。落ちとるな。もっとかっこいいメテラクボスのままでいてくれ。These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. 横見たり言った。unlike you, they have something of value to offer in return. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. 私はこの悪魔と何を話しても、俺はそれを知らなければならない。彼の爪から解放されたら下のバーに来てほしい。あ、この人なんか制約を受けてるのかな。なんか顔に怪我してるけど何したんだ。影に見えたけど。最後の生産？あの話だ。いてねえぞ。こいつ回りくどいんだよな、喋り方。ああ。パチッ。お。なんだよ、もう。また？あ、また妖精さんか？え？しかし、俺は鳥なんではない。何を妖精さんって。言ったら言ったら頭の中に入ってるやつでしょ。黒くなっちゃえ。あいつ違ってそんな俺は入れてないんだ。え？え？妖精が止まった。妖精を直した。マジで。よかったなノポン。やったー。違うんだ。違う。なんでやねん。ええー、いいね。プライバシーが守られる。So、we can enjoy おめえなかなかやるな。我々の会話はイリシットに聞こえない。俺はお前よりもイリシットを信頼してる。まあな。まあでも、ニューカーさん。まあでは、お気兼ねなくかな。お前はここに連れてきたのは、俺に約束に忠実で、この妖精の件は全て片付けられるからだ。嘘だろ、どうせ。もうでも、取り直し、取り返しがつかないんだ。クリアだ。あいつもダメなんです。クリアだ。ほぼマインドフレイヤーなんです。力だけ残しといて。おお、お前は俺を感動させた。ここまでやるとは思わなかった。マジで。しかしそれはどこまで行っても破滅の道だ。エルダーブレインとの対決に直結している。なるほど。そんなに近いんだ。エルダーブレインとの対決は最後だろう。対決して勝つっていうつもりなんだけどな。でもエルダーブレインは操作されてるんだよ。それはせいぜいお前やこの町の人たちを残らず殺す程度だろう。最悪の場合は取り込まれ死にたいと思うほどの自由意志すら残る前。はぁ、しかしそれを破壊する鍵はお前の手の中にある。法廷か。え、アストラルプリズム。アストラルプリズムかな。アストラルプリズム全部同じでしょ。同じです。ってある意味。しかし必要なのはゼルズミの中にあるものだ。イリシットではなくギスだ。ギス。ああそうね、オルフェイスの話、ね。うん、彼を自由にするための手段はだよ。今すぐにはできないんだよな。でも自由にしちゃダメって話じゃなかったっけ。自由にしたら怒りに身を任せて暴れ回るって話だったよね。うん、彼は危険だ。まあ聞くか。The Orphic Hammer. オルフェイスの砕くことができるアーティファクトは今も俺の希望の館に保管されている。何が希望の館じゃ。強そう。くれよ。お前は武器欲しいだけだろ。ありがとう。渡して。ちょうだい、ちょうだい、ちょうだい。わわ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 。気づいているはずだ。これには交換条件がある。お前が俺の頼みを聞けば、俺はお前の寄生生物の面倒を見よう。いや、それはいいよ、別に。どうでも。ハンマーを殺せよ。なんで面倒見ねえ。買うな。駆け引きはしないにってするか、だから悪魔と取引をするのかどうかって話よね。まあ聞くだけ聞いてみるか。差し出してセットのも、俺ハンマーが欲しいだけなんだ俺は。うん、強そうだから。いや、そうか。俺はハンマーのこと聞くわ。You really、do think highly of yourself. お前は本当に自分を高く評価して。俺はしてるよ。俺強いもん。暴力的な暴力装置だから俺。あのポンの魂より価値のあるもの。なんだって。そんなもんないだろ。クソ野郎が。王冠が欲しい。エルダーブレイン、エルダーブレインをお前は支配したいの。
王冠、そうみたいだね。王冠とはなんだ。まあまあまあ。パワー、力。Ancient and full of wonder.数百年前に大魔導カーサスが作り出し、ネザリル帝国に破滅をもたらした時からオラシスコールを活動していた。じゃあダメです。あれは人類の偉大な時代であり、ネザリルの空中としては文明の頂点だった。それはでもハンマーでも強いんじゃないか、その王冠は。俺が欲しいんだけど。俺も欲しい。が崩壊した日も、私はそこにいた。都市全体が空から急降下し、翼の折れた天使のようだった。With broken wings. 人々のあの悲鳴、ああ何十万もの人々が地面が迫ってくるのを恐怖の中で見ていた。大地と大地の出会いは幸福な出会いになり得なかった。あ、地獄に落ちた話か。人がゴミのようだだこれ。あ、土地全体が地獄に落ちたっていう。ああ、だからそんな話、うん、スティーフリングはそれで咎められたって話。悪意ではなく野心に駆られた。あれは魔法の力を込めた王冠を作った。それを身につけた者は神になれる。マジやった。俺がなる。俺は神になる。いや俺だね。人はこれほどの力を封じ込めることはできない。王冠は想像しよう。TVP が始まってた。こいつ俺たちがエルダーブレインと戦うことが絶望だからっていうふうに脅迫してきたのに、それを支配するものを望んでるってどういうことなの。新しいこいつが絶望になっちゃうだけじゃねえか。意味ないな。And the perils of unchecked hubris. 取引するふりをするか、取引するか、取引しないかの選択か。まあハンマーは欲しいが、ハンマー奪えるもんだったら。ハンマーどうでもいいんだよ、どうでもいいんだよ俺たちは。俺はハンマー欲しいんだよ。強くねえよそんなん別に。どうでもいいんだよ。オルフェイスの鎖を断ち切るためのアーティファクトであって、どんなやつでもぶっ殺すハンマーじゃねえぞ多分それ。でも絶対強いぞ。そうかな。はあ、お前がでもこいつに支配するというのはもうそれはダメだと俺は思うし、うん、カムリアだってその力は自分で使おう。これは5番でもいいよ。ああ、いやまあ、うん、もうちょっと話聞いてみるか。234あたりはまだ普通に質問系だったからいけるとは思うんだけどね。どうぞ。あ、2はダメだね。どうして自分が使えると思うんだ ?3 番。I am no mortal! あれ?言ってるね。怒った。びっくりした。怒った?怒ってはいないだろう。失敗しないならどうして今までのチャンスで王冠を手に入れなかったんだお前は。王冠を奪い取られる。もう少ししないか。彼はただ冷たな記録からしてない。ラファエルのお家行きたいな。アーチデビルって多分アークデビルのことだよな。大悪魔ってことだよ。ラファエルは悪魔であるけど、アークデビルではないんだ。いや、どうなんだろう。こいつは大悪魔なのかな。知らない。しかしそれは10年ほど前。10年以上も前だ。間違いやさいね。すごい忍耐だな、こいつ。そしてお前に多大な迷惑をかけて選ばれし者は偶然にも俺の利益になる行動に出た。はあ。王冠を再び表舞台に戻したのだ。俺たちのせいじゃないと思うけど、うん、関係ないよね俺らはね、うん、まあ駒になってもらえてんだろうなこいつ的には。ななんで俺が王冠を手に入れると言い切れるんだろう。気になるけど、うん、まあまあそれは確かに。 It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must. だから結局ブレインと戦うの。戦うは戦うんだ。え、何なのこれ。破壊したブレインが欲しいって何なの。その時が来たら王冠を俺に渡せ。その約束的かに今お前にハンマーを授けよう。それはダメだろう。いくら俺がハンマー欲しいと言ってもそれはダメな気がする。悪魔との約束って多分絶対になっちゃう。ねえ、契約で破るってできない。だからそれだったらハンマー取れないね。いいじゃん、トリナンは目が怖くなったんだからお前は角が生えれば。なんでやねん。俺だけ人間でいくわ。いや今オルフェイスを解放するのは微妙だし。You'll have to deliver the crown of Karsus. そうだよね。こうなれば履行しなければならない。カーサス。He claims his ambition is to unite the realms. たまねたいだけ。いや、ラファエルを信用する要素はない。Do you trust him more than you trust the emperor? どっちでもいいよ。この選択エンディングにまで関わりそうなあれだね。これは関わると思うよ。関わるだろうね。いや、俺はラファエルに渡すのはない。
まあまあ全員ないだろ。だってラファエルに対して好意を抱いてるのは3人のうち1人もいないもんだって。ぶっ壊した方がいいんじゃないか、そんなおかん。破壊するわ。なんて禁止眼的。まあ俺は別に今さらグッドエンドが見れるとも思わないし、もうちょっとダークに落ちてもいいんじゃないかなと思うけど。そんなことないと思うけど俺は。せめてグッドエンドやめろ。全然グッドエンド。俺らのちょっとエメラルドの森が崩壊したぐらいだろ。大団円にはならないんだよもう。大団円死んでんだから。うん、エメラルドの森滅ぼしただけだ俺たちは。まあ破壊するか自分で制御するからいいよ。笑ってやるで。爆笑された。受けた受けた。本気言った。I'm sorry. 俺は神だ。Archwizards, Emperor's Gods. 今お使い皇帝神々。じゃあお前もダメじゃん。そしたら。たかが悪魔がよ。じゃあ取引はしない。I won't stop you.しないんだ。まあラファエルのに賛同することもいつでもできるみたいな感じだ。いやもうこれ最後じゃないか。ずいぶんナレーションでとか言ってきて前振り付けられたけど。世界もあるし。まだチャンスありそうなこと言ってる。まだチャンスありそうだね。いや別にチャンスありそうって言っても俺たちの考え変わらんだろ。もう俺は別に取引してもいいと思うけどな。いや取りな。別にラファエル別に好きじゃないけど。よくわかんない。おお。Something was blocking. ああまあまあラファエルがずっと聞いてんのこいつ。キモ。キモいな。ラファエルだって。何正直言ってんだよ。こいつも怪しいぞ。俺は助けてくれた恩は返す。マインドフレイヤーだよこいつ。お前じゃ知らないのとしたら。もう変わらん。変わった。なんかトリナマインドフレイヤーになってからなんか性格が変わったかもしれない。私は人間だ。人間のふりをしたってマインドフレイヤーだろもうこれうるせえな殺すぞうるせえな殺すぞとか今日言い過ぎなんだもんだしこの人今日どうしたのマジでマインドフレイヤーなんだけども暴力的だろお前今日怖いわ どうしたのと支配するなってるけど怖いよ